いろんな声がする。任せろ。おて、え、マジでウルフジェットないの？アイスハーバー、ハーベスト。はい、どうも皆さん、マグニーでございます。お元気でいらっしゃいましたでしょうか。本日、アナ雪ワールド再びやってまいりました。ちょっとだけでちょっと裏でやっちゃったんですけれども、失礼いたします。そこ？ここにこの雪玉を投げると、開いて、彼がいたので、こちらのチャンネルは年末年始のほぼ毎日マイクラの動画をアップするチャンネルでございます。いろんなマイクラ動画を上げていきたいと思います。私は中野翔マグニーでございます。今日は私一人でございます。よろしくお願いいたします。それでは本日もやってまいりましょうか。さあ、ヒヤさんね、相方の声がねえから寂しいって方も中にいらっしゃるんじゃないでしょうか。で、前回ですね、途中で終わってしまったミニゲーム、今日はクリアしていこうと思う。どこだっけか、あれどこだっけ、なにこれなにこれなにこれ、なにこれ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 、なんか新しいの発見したんだけど、スタートゲーム、いや違う違う違う、そういうことじゃねえんだけど、なんか今日はすげえ音が大きいような気がしない。とりあえずミニゲームクリアするぞ。ほっ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 、ここか、 This way crafting、 あ、そうだ、ここだここだ、待っててね。さあ、行くよ。ツールを持って、スタートさせていくぞと。任せろ。お、鉄1個でじゃん。シャベルじゃん。ちょろいちょろいちょろい。待ってろ待ってろ。鉄1個でしょ？鉄取りに行くじゃん。で、その後、鉄焼くじゃん。で、木をどこで取るかがちょっといまいち分かってないんで、そこなんだよな、問題は。ここでまず、炭をもらう。ね、1個でいいのよ。でもこの間に出ちゃうでしょ。で、確か鉄がこっちにあったんでね、1個でいいんだけど2個取っちゃったでしょ。なんかね、ここの上にね、あったの。これいけたっけな、やったっけ前。お、ちょっといけたいけたいけた。ほいで、こうするとあれ何これ、何これ、ちょっとわかんない。手戻るわ。遊んでる場合じゃないんだ。そんなに時間の余裕はないはず。木をね、どこで取るかが明治分かってないんですよね。Thank you。 ここで、焼くね、鉄を作る。で、ここでやべえ、待って、ちくしょう。そうか、この辺のアイテム、あ、なるほどなるほど。次いくよ。待って待って待って、ほっ、その後金を取りに行く。金はな、この先にあったはずなんだよな。ほら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 、4つだったよな。レッドストーンがね、どっか左側にあったと思うんだよね。こっちこっち、ほら、任せて任せて。木の取り方ももう分かったし、あ、そうか、4つあるから炭4つ持ってくれば余裕だったのか。うわー、失敗したかも。これ間に合うな。残り30秒がまだ出てこない。はっ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 は、私の勝利でございますね。ほほほほ、クラフト、イエーイ、クリアしたんじゃないの。ふふー、あ、なるほど、これでお金を稼ぐことができる、そういうシステムなのね。わかりました。これミニゲームでゴールドを稼いで、そのゴールドを使っていろんなことを進めていくっていうのがこのゲームの醍醐味なんだわ。ありがとう、ゴールドだいぶ稼げたわ。また稼ぎに来るからよ。てか、なんかくれ。そうか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 、ちょっと高価なものがね。ちょっとくれよ、自転車これ乗って。あ、乗れるんだ、すげえ、チャリンコ乗れた。ピックアップ、ジャリンク乗れた。なんだ、皆さん分かってきましたね。さっきのとこ行こう。こっち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 、ちょっと移動するんでね、でかすぎるのかなこいつ。
それで自転車とかで移動するのかな。寝よう。 Thank you。 はいはい、次行くよ。スポーンスレッド。あ、なるほど。ごめんごめん、また呼んじゃった。わりわり。ウルフトレイル、お、来たこれ、来たこれ、ウルフトレイル。なんかね、このアナ雪ワールドのトレーラーの動画の中でそのシーンがあったんですよね。行きますよ、早速。え、2、1、任せろ。おお、そういうことか。行くぞ。てて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 。変な音楽ちょっと流してよ、 BGM。 てて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 て。まだウルフ来てないですね。あ、ちょっとちょっとちょっと、このバグ、このバグなんとかしてくれ。やっべやっべやっべ。視点変えたら反対向くやつなんとかしてくれ。うわやべ、うわ一撃かよ。なめんなし、なめんなし。これちょっとチャリンコで行ってみる。なめんなし、チャリンコマスター。私はチャリでクリアしてみせる。ああ、ジャンプできないわ。でもチャリンコ降りちゃうわ、ジャンプすると。クソ、やめられない。チャリで行くしかなくなってしまった。チャリで来た。わかったよ、もうソリで行くからよ。ソリで来た。行くよ。やっぱこのスピードが必要なんだね。え、マジやばいんだけどさ、リセットしてよ、せめて。ウルフのリセットしてくれよ、ウルフのリセット。え、マジでウルフリセットないの。よし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 、いいぞ。今のウルフリセットしてなかったのバグだな。自転車置きっぱなし、やっべ。いや強いのよ、そしてウルフが。なんか上にキツネみたいなのいたよ。あら、なんか冒険したけどミスでそのまま来ちゃったけどさ、一応ジャンプもできるんですよ多分ね。ジャンプしてクリアしなきゃいけないポジションが現れるんですね。そういうトレーナーを見たんだよ。タイ、あ、いけた。イエーイ。何これ、なんかもらったね。あ、なんかもらった。やっぴー、おっしゃれー。イエ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 イ。あ、なんかファストトラベルポイントアンロックやったに。このウルフのところ道中にさあったんだけど、これ戻ってもいいの。あ、戻れなくはなってんだな。はい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 、見逃さねえよ。どうなんの。あハロー。ふう、こうやって発見していくんだな。やばい、楽しすぎ。クオリティ高すぎやな、駅ワールド。みんなもやってみ。ちょっと高いけど、これで帰れると思うんだけどさ、その前にスポーントランスポート。おい、あ、なるほど、馬が現れるね。ああ、ちょっと雪じゃない地帯。え、もしかしてあの石の妖精のやつ、穴駅ワンな、ワンだったらバッチリ見てるから俺。おお、あ、こっちもなんかあったね。うん、エリアディスカブル、ゲームIs in this area。 あ、なんか、あ、なるほど、助けたぞ。スヒー、雪のクリーパーじゃねえか。で、すっげえな、やり込み要素すごくないこれ。レベル高いんだけど、一旦ちょっと戻って、見つけた。ほう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 、こいつだろ。イエーイ、こいつこいつこいつ。これがね、クリストフの故郷がね、トロールいっぱいなんだよな、ね、これからちょっと雪じゃないゾーンじゃないですか。ここは多分クリストフの故郷的なところなんじゃないかと思うんだけども、それよりもまず先に、さっき私は逃したクリスタルをですね取りに行きたいと、思っているんだよ。お馬さんすまねえ、一旦帰るわ。はっ、イエーイ。結構ほらアンロックしてるよね。
マジカルランドスケープ、じゃなくてここだろ。よっしゃ見ろ。自転車を回収してえな。せっかくね高い金出して買ったんだよなあれ。よし見てろ、チャリだけで回収してやるからな。あのチャリ高かったんだ、返せ。このチャリは、待ちなさい。なんなのよ。ほらなんかいるんだよ。おー助けられる、イエーイ、ヤッフー。でこいつらはもうこの魔法でね、ほら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 、これチャリ取れるんじゃないか。なるほど、チャリ取れる伏線だったわけだ。イエーイ回収回収。あもうアナかエルサになった気分だよね。今の時点ではアナの気分だよな。よーし、これ街灯があるということは、その先何かがあるということなのですよ。ちょっとこちらの方進んでいってみましょうか。なんかね、こう隠し要素的なのが下手したら見つかるかもしれないので、そういうのも探しがてら。あ、なんか見つけた。まず、アイスハーバー、ハーベスト、ウルフトラレス。あ、そっかそっか。共に行ったところだな。これは？おおお。おい、でんてんてりん、ひひー、ほらほらほら、やっぱこっちが新しいところだわ。あ、なんかいる、やべえ、滑んじゃ、じゃなくてクリストフだ、あれクリストフ、やばいやばい。あの氷のシーンだ、冒頭の、すげえ、アナ雪1の冒頭の氷のシーンが、こう、ゲームスタート、アイスハーベスター。あ、ゲーム始めないとダメなのよな、そりゃそうだわな。おい、なんか喋ってくんない。あ、かゆいかゆい、クリストフ手がかゆくなったから、そろそろ終わりたいと思います。本日誕生日の兄弟たちよ、おめでとうございます。マグリですし、ヒヤさんいたんだね。ちょっと声が聞かないとちょっとやっぱ落ち着かない部分ありますから、それではまた次の動画でお会いしましょう。ほな、マグリです。